ラムマーチ01は、ラムレーシングが1983年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー、マーチ831とも呼ばれる。ラムマーチ01は、主としてマーチのデーブ・ケリーが設計した。彼は単純なキットカーとして設計し、01は、ラムの手によって独自の専用部品ではなく、アフターマーケットで入手できる汎用パーツで組み立てられた。 モノコックはアルミ製で、ボディはプラスチック樹脂で作られた。ボディのラインは流れるような形状で、サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンが採用された。車重は 540kg であった。本質的に01は3リッター8気筒エンジンのコスワース DFV を搭載するものとして設計された。1983年シーズンに、 各チームで使用された DFV エンジンは異なったレベルのチューンが施された。最もパワフルなバージョンはカムシャフトが改良され、バルブタイミングもそれに合ったチューンがなされた。DFV を使用した大半のカスタマーチームはこのパワフルなバージョンを使用したが、ラムとオデッラは旧式の DFV を使用し、その出力は15馬力から20馬力を取っていた。 1983年の夏にはよりパワフルだが、高価なドフィーエンジンが登場したが、ラムは使用できなかった。イタリアグランプリからドフィーを使用できることとなったが、これはマクラーレン用のものであり、彼らはそれを必要としなかった。レイ一は1983年前半に3台が製作された。最初の2台、0レイ一と0レイ二は、それぞれ2線で使用された。 残るレースでは01、03が使用された。01、03はシーズン終了後に改造され、ハートセーターボエンジンが搭載された。01は、ラムレーシングによって運用され、ラムオートモーティブチームマーチとしてエントリーした。1983年のラムレーシングのスタッフは25名で、最小の F1 チームであった。 前年とは異なり、ラムレーシングは一大体制で1983年シーズンに臨んだ。第3戦のフランスのみ、セカンドカーが投入された。レギュラードライバーのエリセオ・サラザールは1981年にラムからデビューした。サラザールが予選を通過したのは2回のみであった。開幕戦のブラジルで彼は予選27位となり、ポールポジションのケケ・ロズベルグからは6.2秒。 遅れであった。最後尾からスタートし、トップから4周遅れの15位でフィニッシュしたが、ロータスのエリオデアンジェリスが失格となり14位に繰り上がった。続く、ロングビーチでも予選を通過したものの、決勝では25周目にギアボックストラブルでリタイアとなった。その後4戦連続で予選落ちし、サラザールはベルギーグランプリの後チームを離脱した。 第7戦のデトロイトをチームは欠場する。これは短期間に代わりのドライバーを確保することができなかったためであった。一週間後のカナダにチームは再び現れた。1981年にアローズから2戦に参加したことがあるカナダ人ドライバーのジャック・ビルヌーブを起用する。ビルヌーブはチームに個人スポンサーの資金をもたらした。チームはモスポートでの短いテストで ビルヌーブの起用を決定した。フリープラクティスで何週か集会したが、ビルヌーブは、自らの兄の名を冠するサーキットで、0.4秒の差で予選落ちした。彼よりも後にいたのは、オゼッラロ・ピエル・カルロ・ギンザーニのみであった。ビルヌーブ自身のことによると、予選落ちしたのはタイヤを十分温められなかったためと、ある。その後、イギリスグランプリからは、ケニー・アチソンが起用された。 アッチソンは、これが F1 デビューであった。アッチソンは6戦連続で予選落ちし、最終戦の南アフリカで、ようやく決勝進出した。これは、スピリットとセオドールが撤退したことで、出走台数が減少したことによる。アッチソンは24位で予選を通過した。決勝は優勝した、ブラバムのリカルド・パトレーゼから6周遅れの12位であった。フランスでチームは、 ジャンルイ・シュレッサーを起用してセカンドカーを投入した。シュレッサーはノンタイトル戦のレースオブチャンピオンズに参戦しており、13名が参加したブランズハッチで6位となっている。ラムはその1週間後にシュレッサーをスポット参戦させることとした。これはシーズン中ラムが2台を投入した唯一のレースであった。シュレッサーは結局予選落ちしたが、 同じく予選落ちしたチームメイトのサラザールより0.7秒遅く、ポールポジションのアランプロストからは9.1秒遅れであった。ラムは2台を継続して走らせる余裕がなかったため、シュレッサーはその後出場することはできなかった。シーズンを終え、ラムの最高位は12位でありこれはコンストラクターズランキングの最下位であった。ありがとうございます。